はい、皆さん、えー、こんにちは。今回またピンク来ましたよ。えー、なぜピンクを着たかというと、皇后、雅子様、そしてですね、特に年の宮、愛子様の皇位継承に関する問題なので、えー、まあ、お二方のね、話ですので、これはね、絶対ピンク着なきゃいけないなというふうな感じで、えピンク着てるんですけども、ちょっとね、記事の内容としてはね、完全なピンクではありません。先に言っときますね。まあ、そういったようなことで、ちょっとね、微妙なんですけども、まあね、でもやっぱり、 お二方のね、話をしますので、どうしてもピンク来ましたっていうことです。はい、本日も着せ替え人形なんですが、えっ、ー、とですね、えー、本日は11月の1日ということで、いやー、もう10月終わっちゃいました。また月初です。といったことで、まあ、今年もあと2ヶ月、頑張って2ヶ月やっていこうみたいなね、えー、感じなんですけどね。 いやあ、ほんと早いな。どうですかねもう日本はもうだいぶ寒くなったみたいなことをね、私も自分、自分の家族からね、LINE 等でいつも連絡してるんで聞いておりますけども、え皆さんのお住まいのところはどうでしょうかこれからね、どんどんまあ、秋も深まってきて、まあ、紅葉等で非常に綺麗だと思うんですけども、えー、だんだん寒くなってきますのでね、ぜひね、えー、お体にはご自愛ください。はい。でですね、やっぱり月初というと、今回の話題、テイミスです。ということでね、テイミスがね、ちょっとね、 出してましたっていうような話をね、させてもらいます。はい。でですね、ちょっとね、また画面変えましたけど、さっきちょっとね、言いましたように、今回のテーミスね、うーん、ちょっとね、うーんなんですよ。はっきり言って。で、最初にね、皇后雅子さまの話題を話しますけども、ちょっとね、この雅子さまに対するこのね、記事、 正直言って私あんまり書きたくなかったんだけど、でも記事の中身としてね、愛子様の話と一緒に出ておりますので、ちょっと書かざるを得なかったっていう的な感じなんですね。でね、これね、確かね、みてこセブンあたり、女性セブンあたりも、えー、まあ、皇后まさこさまのね、遅刻といったようなことをね、えー、結構以前の記事なんかでも上げておりましたけども、私はその時にもね、完全に反論しまして、 遅刻じゃないよと。ご病状によってですね、ご体調によってそういったようなことも、こういったような病に関してあるといったようなことを話をさせてもらいました。で、私もね、以前からお話ししているように、まあ以前ね、7年間ぐらい、今からもう15年ぐらい前になりますけど、7年間ぐらいですね、私の場合はうつだったんですけど、ずっとですね、投薬をしておりました。抗うつ剤を飲んでおりました。今はね、完全に一応復調しておりますけども、まあいつ、何時ね、こういったような病、 えー、メンタルヘルスに関わるような病っていつ出てくるか分かりませんのでね、私も日,日頃、えー、注意をしておりますけども、まあそういった中でね、えー、ちょっとね、黒板見ていただいて、まあ一応記事に載ってるんでね、えー、まあご体調というようなことでね、えー、要はね、まあ皇后雅子さのまた遅刻といったような表現出してるんだけど、いや遅刻といった表現出してほしくないんだよね。 っていう感じです。で、まあ最近の、えー、まあ皇后陛下、政子様と言うとですね、例えば6月が、えー、植樹祭だったよね。で、9月にあ、なんだっけ、9月が、あの、豊かな海づくり。なんかね、それでお出かけになりましたよね。で、先月は、えー、あの、例のね、えー、国民大会、国体ですよね。国体もしくはね、文化祭に、まあ、あの、天皇陛下とお越しになってですね、まあ、俗に言われるような、えー 四大行行計をですね、まあ無事、えー、お済ませになりましたということで、まあその中ではね、えー、まああの実際のご日程に関しても、えー、地方でもあっ,たあったとしてもですね、一泊二日に、まあ経営庁の中でいろいろ調整されている。まあこれもね、以前のいろいろ報道でありましたけどね、まあそういった、ね、事実はあるんでしょう、おそらくはね。なんですけども、 その中でですね、まあとにかくね、今言ったように行幸権に関しては本当に素晴らしい、ね、えー、まあ公務をされていたわけですよ。で、皆さんもご存知の通り、例えばね、あれ6月だっけインドネシアの訪問に関しても、あの満面の笑顔。もうこのね、満面の笑顔、下に写真貼っときましたけど、これインドネシアの時のね、ご訪問、ご訪問された時のこの満面の笑顔、私もね、えー、この訪問された時にね、 それこそ動画だとかそういったようなところで見せてもらっていや本当に良かった皇后陛下と思っていたんですけどもっていう話でねまあ実はねこういった中でこのテーミスの記者の方が実はね KL 庁の職員の中でいや実際まだご体調はそれほどね思わしくないといった話も出ているようなんですね。えー、で例えばですけどもね。 えー、国会の開会式だとか、まあ、15日ね、毎年15日に行われる全国戦没者追悼式においてもね、まあ多少ね、まあ、5分、10分ぐらいね、時間をちょっとね、遅れちゃうといったようなことがあったと。まあこういったようなことは、異常事態みたいなことを、自住職の OB、誰やこいつみたいな感じなんだけどね。まあそういったようなことを言ってる人もいると。 で、えー、まあね、記事の中には書いておりますけど、例えば上皇ご夫妻がこういった公務に遅れることは絶対にありえなかっただとかね、えー、例えば陛下と愛子様が何か,何かしらのね、えーまあ、公務だとか、もしくはですね、実際の普通のご活動においてもされる時においては、雅、えーまあ、子様がいらっしゃらない時にはそういったような時間に遅れるということはめ、まあ、ないといったようなことで、まあ、でもね、やっぱり遅刻じゃないんだよね。はっきり言うけどね。 私もさっき言いました通りですね、これ体調が思わしくないだけなんですよ。でね、あ皆さんもご存知かもしれませんけど、こういったような、まあ、まさこの場合には適応障害で、私の場合にはうつでした。で、トンんずラエムコの PTSD、これはね、クエスチョンマークが100個ぐらいつきますので、ほっときますけども、 もうこういったようなね、メンタルヘルスに関わるような病っていうのは、さっき言ったように抗うつ剤をですね、私の場合はね、特にそうだったんですけど、抗うつ剤をしょっちゅう変えるとかね、それによってね、体調がいい時、ハイな時と、ローの時といろいろあるんですよ。故にね、たまたまそういったような日にちが、こういった公務に当たるということであれば、そりゃね、どうしてもなかなか起きられないっていうことあるんだよ。 ね、故にですね、5分、10分ぐらい遅れる。これはね、仕方ないんですよ。にもかかわらず、これ、遅刻という表現。だから、私はこの遅刻という表現はね、当てはまらないと思いますね。まあ、それは刑務所の方々が、えーね、皇后雅子さのご体調を気にされて、お気にされてる、まあ、それはお気持ちはわかるけど、少なくともこの遅刻という表現はしてほしくないなというふうに思いましたですね。 はい、そういったのはちょっとね、雅子さにとっては、えー、まあね、あんまりこれ話した,かしたくなかったんだけど、ちょっとネガティブな話と、はい、次のページ、今度はね、えー、まあ、皇位継承の話で、やっぱり定位するのは11月号ということで出しております。 でね、えー、要は、えー、まあ、年のめ愛子様のこの女性天皇、もしくは女系天皇にまつわるような話、で、愛子様に関してってことで出してるんですけど、まず愛子様に関してはですね、先ほどその、えー、皇后雅子様の話があったので、かたや愛子様に関しては、例えば宮中祭司等もね、積極的にお出ましされてるといったようなことで、まあ確かにね、あのー、 お目見えする機会が非常に増えてきた、私も大変嬉しいかなっていう感じなんですけども、あとは皆さんご存知の通り、先日のね、皇室会議においてですね、まあ、立ち会い人もね、えー、まあ女性皇族と、と確か女性皇族としては初めてだったですよね。そういったようなことで、 まあその、えー、まあ成人皇族としての非常に意識がね高まってこられている愛子さまゆえに愛子さま大人気っていう話なわけなんですけどもそういった中でね、えー、女性天皇の期待っていうことに関してもまあ皆さんご存知の通りですね アンケート調査をとっても8割以上がね愛子さまの女性天皇を望むという結果が出ているわけです。にもかかわらず今現在ね政府においてはずっと動いてなかったこれに関して私もずっとですね早くキッシーやれよというふうに言ってたんですけどもまあその中で先日ねちょっとね画面変えますけどこれ産経新聞これいつだっけ9月の先月のあ先々月のか えー、先、先々月の27日、9月27日付の産経新聞で、ボーンと出てきて、私もこの記事を一番最初に見たとき驚きましたけどね。要はどういったことかというと、えー、まあね、こういう継承議論が全然進まない。で、1年以上も前からね、自民党においてもね、えー、こういった座談会を開きましょう。ね、討論をしましょうということで、座長がですね、実際に、あの、麻生さん。 ね、麻生さんが座長で、一回だけ行われたんですよね。ろくな結論も出ない。一回だけ行われて、それからずっと一年間何にも触られてなかった。野党においても同じようなもんですよ。といったような中で、えー、まあ、あの、実際ですね、今現在ね、国会が開かれておりますけども、そういった中で、はい、出てきましたよ。この左側のね、萩生田さん。この政調会長がね、なんかろくでもないことを言ってたよね。というのもですね、もともと岸田さんは、 昔から以前からですね男系男子そういったような男系男子派である岸田さんの意見に関してそれを募集するんですかそれを受け継ぐんですかといったようなインタビューに関してこの萩生田さんはそれをも,もちろんそのつもりだみたいなことを言っていたわけですよこれに関してえーっていう話になってきたわけですよねなのでまあ議論をしてもらうことに関してはね一向にもうどんどんやってほしいんですけどやらないとね女性天皇の話にも触れませんからねやってほしいんだけども やっぱり我々としてはですね当然この公室典範を改正,改正してとにかく女性天皇の擁立これなんですよねこれに関して要は今現在の自民党本当にこの政調会長がですね中心になって え実際にね、えー、この議論を始めるということになると、岸田さんの意見をそのまま反映されるということなので、えー、要は男系男子といったようなことで、例のね、以前有識者会議であった、悠仁そのままでは揺るがせのないものとする、あれが継承される可能性が高いわけですよね。故に私もこの YouTube において、もしくは他の YouTube の方もそうだと思いますけど、もうどんどんやっぱりこれからもね、行っていくべきだっていう話ですよね。とにかくね、議論はどんどん早くしてくれと。 ただし、議論する内容はあくまでも女性天皇、ね、立を考えた上での皇室天畔の改正。これしかないわけですよ。といったようなことですよね。要は、萩生田さんがとんでもないインタビュー内容を、これ、だから先々月の27日、産経新聞。今ちょっとね、お見せしたような記事で出ておりましたね。この記事、あの、皆さんもご覧になった方もね、多いと思います。はい。で、そういった中で、ちょっとね、また、えまちょっと、ね、また画面変えて、さっきの黒板に戻りますけども、 そういった中でですね、たやね、さっき言ったように岸田さんは、えー、まあ、男系男子派、なおかつですね、 先日これもありましたね。もともとね、皇位継承のそれこそですね、式典の、それこそ事務局をやっていたような内閣参与のね、山崎さん。この方が退任されて、お年によってね、退任されましたよね。その後も、なぜか公認がですね、置かないといってな状況が続いております。要は、キッやる気ないんだよ、みたいなことがね、如実に現れた、みたいな事象もつい最近起きております。そういった中で、さっき言った萩田さんがですね、それこそ男系男子だ、 みたいな話になってくると当然ねこれはねやめろって話になってくるわけですよねはいでですねそういったのがちょっとねこのテレビ書の一つの記事の中でえっといった内容がありましたそれが一番下に書いてあるような内容なんですけどもこれ生前単位に関わった元自民党幹部これ名前出てないんだよね誰でしょうねこれねまあいいですまあ、元自民党の幹部の方がこういったことを言われていたってい言ったことなんですけど 要はね、まああくまでもこの人の個人的な拝察ではあるけども、まあなんかね、上皇、もしくは上皇、まあ、まあ上皇ご夫妻ですね、となんか懇談した機会があったんですって、その時に、この上皇陛下、そして、ね、まあ見て子様も,もですねえ、お二方とも愛子天皇で良いと言って考えている節があったと言ったことを、この自民党の幹部の人が言ってるんですよ。そういったことらしいですね。で、これに関してはね、 あの、今回、ま、テイミスでこれ記事見たんですけど、確かね、これテイミスが一番最初じゃないですよね。もう何ヶ月前かちょっとね、もうとにかくこの恋継承問題進まないもんで、ちょっといつだか忘れちゃいましたけど、確か数ヶ月前、それこそ1年ぐらい前、自民党でそのね、座長が麻生さんでやるよって言ったようなことが始まったぐらいだと思うんですけど、その頃に、なんかこの上皇ご夫妻がやっぱり愛子天皇で縁じゃないみたいなことを言われたみたいな、 ちょっと記事私ね、チラッと見ましたよ、確かに。今回のテイミス。だからこれテイミスがね、今回バッと、テイミスはバッと出しておりますけども、テイミスが初めじゃないよね。要はね、えー、まあ、あのー、これ私が聞いてるわけじゃないからね、何とも言えませんけども、これ本当にこういったような話をね、上皇ご夫妻が言ったのであれば、それこそですね、この自民党の幹部の人になんかに言ってるわけでしょ。当然、はしご外すなよって話だよね。 ちょっとこのね、本当にこれ上皇ご夫妻が、特にね、見てこさんが言ったかどうかっていうことが非常にちょっと疑問なんだけどね。でも本当にこういったことを言ったのであればですね、もう絶対はしご外すなみたいなことをね、もうとにかくずっと言い続けようかなみたいなね。なので今回このテイミスの記事で上がっていたね、この元自民党幹部に対して上皇ご夫妻が愛子天皇でいいよって言ったようなことを言っていた。それをこの自民党の元幹部の人が言っていた。 このことはね、私はずっとね、この脳裏のね、ここら辺にね、置いとこうと思います。皆さんもぜひね、覚えておいてください。えー、これね、すいません、私の想像なんで、いつ、いつ頃だったかわかんないからちょっと調べようがないんだけど、これなんかのね、女性、確か女性週刊誌じゃないよな、なんか他のね、記事かなんかで、 なんか出てましたよ。確かに。上皇ご夫妻が、この愛子天皇でもいいっていうふうに言ってた。なんか出てました。なんとなく私記憶あります。もしね、こういったことを、えー、まあ、覚えてらっしゃる方がいたらですね、またコメント欄で教えていただければ大変嬉しいです。私もすぐググってね、調べてみますので、まあ、とにかくね、今回こういったのこと言ったということらしいので、これに関してはね、もう、ご覧にずっとね、留めておこうっていう感じですね。はい、変えます。 はい、え、といったようなことなので、え、今回ね、ちょっとね、テーミスの話、まあ、ピンク着てるんですけどね、ちょっと冒頭でお話しした通り、まあね、皇后雅子様、そして年の宮愛子様に関する、そして女性天皇の話なんで、まあ、ピンク着たんですけど、ちょっとすいませんね、あの、特に皇后雅子様の話に関しては、 以前、ミテコセブン、女性セブンが言っていたのは、その遅刻だとかね、そういったような話にもちょっとまつわるような話なんで、本当はね、あんまり言いたくなかったんだけど、この愛子様のさっき言ったような上皇ご夫妻が愛子天皇でいいみたいなことを言っていた記事のね、と並んでというかですね、記事の同じ記事の中で入ってるもんで、いや、やっぱりこれもちょっと言わなきゃいけないかな、みたいな感じだったんですね。まあ、いずれにしてもね、さっき言ったように、 皇后雅子様のこのご体調、まあそれは本当のところはわかりません。本人じゃなきゃわからないので、私もそういった経験ありますけど、正直わかりません。ただね、えー、今現在の、それこそさっきちょっとお見せしたインドネシアのね、満面の笑顔だとかを見ればね、それこそですね、あのね、えー、あれですよ。 えー、陛下がね、人格して、あ人格指定発言をされていたような頃に比べれば、もしくはそれ以降のね、えー、頃に比べればですね、全然ご体調としては良い方に向かっている。これは間違いないわけです。といったことも考えるとね、やっぱりこういったようなことでね、記事として、 うん、このね、遅刻、特に遅刻だとかね、このご体調がどうだって、私ここのとこずっと言ってますけど、これをね、言われること自体が本人にとっては一番きついんですよ。だからこれはね、あんまり言うべきじゃないんですよね。と言ってのことを、て、え、み、ー、さんすいませんね。でもね、これ本当ね、私もそう言ってなね、経験があるので、ぜひね、こういったことに関しては、まあ今後ね、記事を書く中でちょっと考えてくれっていう感じですね。といったことを思いました。 まああの、私のこのご視聴者の方でも結構ね、例えばうつだとかね、えー、まああの、おうつだったみたいな方もいらっしゃいますし、そういったような方も結構ね、コメント等をいただけたりするんですよ。今回もね、そういった方からも結構コメントいただけると思うんですけど、おそらくは私がね、今回の動画の中で言ったようなこと、申し上げたことのね、おそらくね、うんうんとね、頷かれていただけるようなコメントがあるんじゃないかなと思います。本人にとってはね、ほんとね、 え、このね、今回のその遅刻だーだとかですね、えー、とにかくご体調があまりよろしくない、もしくはご体調がいいでもですね、あんまりね、それが逆にプレッシャーになったりするんですよ。あと絶対に禁句。これ前から言っておりますけども、頑張って。これは一番の禁句なんですね。言っちゃいけません。完全なプレッシャーになります。だからね、ほんとちょっとしたことがご本人にとっては、 プレッシャーになっちゃうんですよ。それが、えー、こういったメンタルヘルスに関わるような病なんで、そういったことを考えてもね、やっぱりね、週刊誌の記者の方、やっぱりしてないんだよね。そういったことね。当然病気のことだから分からないと思うんですけど、ちょっとね、やっぱりこの人のね、えー、その病状に関わるようなことだから、控えてほしいなっていう気がいたしますね。はい、といったことです。はい、えー、ちょっとピンクの、えー、来たんですけども、完全なピンクの話じゃなくてすみませんということなんですよね。はい、今回もありがとうございました。 拜拜。Bye bye